はい、皆さんおはようございます。今日もスーパーデュークRで出発しております。今日は11月の9日ですね、木曜日、日帰りでですね、日光中禅寺湖と行けそうだったら金精峠を越えてですね、まあ、今シーズンラストかな、金精峠越えるのは。はい、宇都宮駅東口行き LRT どんぐらい乗ってる？まあ時間帯的にもあれだけど、席の埋まり具合で3割ぐらいってとこかな。さあ日光宇都宮道路に入りました。気温が今19度ですね。街中もだいたい19度ぐらいだったんですが、ちょっと寒く感じ始めましたね。もうスピード上がったからね、スピード上がったから、まあ、ここからあと日光までどのぐらい下がるかお楽しみということでね。はい、清滝インターの手前ですが、綺麗、もみじが綺麗だ。この辺まで紅葉が降りてきてますね。おお、グラデーションになってんのがまたいいね。さあ 15.5 度、おお、紅葉のトンネルや、紅葉の玉手箱や宝石箱や。玉手箱はあれだな、開けるとちょっとあれなんだよ。すごいいいね。いや、これはツーリングの最高の感じだね。とりあえずコンビニに寄るか、少し中に来よう。おーおー、いいね、この煙ってる感じ。なんかこういう感じなかなかないんだよな。はい、じゃあいろは坂を上がっていきますね。いろは坂を紅葉を楽しみながら上がっていけるといいな。あ、この辺いいですね。おー、もうあれだね、でも日陰になっちゃうからね、どうしても。あー、ロープウェイのところ、あ、混んでるね。あ、でももう紅葉終わってるけどね。もうロープウェイっても紅葉はもうあんま見れないでしょって感じなんだけど。おー、はい、あ、まだ雪が被ったけど溶けたのかな。富士山もなんか一回冠雪があって積もってたのに溶けたって昨日言ってましたね。まあ、雨が降って溶けたらしいっていう。あー、なんか秋っていうか、あ、まあ秋っちゃ秋だな。でももう紅葉は終わっちゃいましたね、さすがに。やっぱりおかげでノー渋滞でした。街路樹はいい具合ですね、紅葉。おお、ここもいいじゃないですか。中禅寺のあそこのもみじも綺麗だったりしたりして、あー最高だ。やはりいつ来ても中禅寺湖は最高だ。思わず一句読んでしまいました。あ、奥白根山もまだ雪がないということは、金精峠も大丈夫だろう、さすがに。お、バイク多いね、俺の場所なのに。あ、もみじはもう散っちゃってますね、完全に完全に終了しておりました。ダガン浜到着。あ、でもいいですね、綺麗です。次来ても中禅寺湖は最高だ。11度かな、 11.5 度で合ってるのかな。なんかそんなに寒くないですね。このぐらいだったらまあ、ね、風も強くなかったし。中禅寺湖畔で景色を楽しみながらですね、ランチタイム、チョリソーパンとですね、あとマロンロール。いやー、よかったね。
ぱり景色を見ながらの食事はプライスレスだね。美味しかったしね。いや景色ねすごいいいね。あのなんかやっぱり冷たい空気、まあ、そんな寒いわけじゃないけどやっぱり10度ぐらいだとやっぱり空気が澄んで山肌がすごく綺麗に見えて、しかも雪がない山肌レアだね。なかなかこの時期もう雪かぶってるんじゃないかと思うんだけどね、例年だったら。さあ中禅寺湖畔をまずは進んでいきまして、湯の湖そして金星峠と行きますね。ウェアもね全部来たんでやっとバッグが少し余裕が出ました。あ、この辺のモミジはまだギリギリ残ってますね。そしてそこのお店はやっぱり例によって行列ができてるな。今日ここで食おうかなって頭をよぎったんだけど、とんかつ屋、まあ、どうせ混んでんだろうなと思ってやめました。本当にこの辺の景色っていうのは、中禅寺湖はね湖畔のこの雰囲気も含めて、ね、すごく好きですね。さあちょっとね紅葉の最盛期は完全に過ぎてしまいましたが、まあ、ところどころこうやってね紅葉が楽しめるのはいいじゃないですか。千丈ヶ原、いやいい感じじゃないですか。まあ、紅葉はもう当然のごとくに終わってるけど、青空で、うわー、11月の今日が、まあ、まだ上旬か、9日だけど、まあ、とはいえ、13.5 度、マジで、そうでしょ、中禅寺湖よりも暖かいってこと。いや、これなら金星峠越えるの全然怖くないな、いけそう、青空だ、あんな青空だ。まあ、さあ湯ノ湖に着きますが、これは湯ノ湖も景色良さそうだね。うわー、あ、釣り人いないじゃん。全然あったかいね、湯ノ湖の方があったかい。本当にこんなこと初めてだ。スイス思い出すね。前も行ったのこれ。行ったことはないんですけどね。スイス。いやー本当に中禅寺湖よりあったかい。日差しが当たってるからか。風が少なくて。で、例年だともうこの時期金星峠からの吹き下ろし冷たい風がビュンビュン吹いてくるところが全然そういうのなくて、もうめちゃくちゃ心地よかった。ポイント、今日はくっきりだね。湯の湖と男体山、裏側も雪ないね。いやこのね金星山がねまた随分ね幻想的ですね。この下が日陰になって暗くなってて、で上の方に光が当たってるんだけどもう日陰の部分も結構あるっていうね、この状態すごいね、目の前にそびえ立ってる感があって、迫ってくるような迫力がありますね。なかなかねちょっと写真で表現するのはね難しいかなと思うね。あのコントラストが強いんで。いやでも本当今日の景色もまた素晴らしいね。なんかずっと眺めてたい。さあ11度までさすがに下がりましたが、日陰だしね。金星トンネル、さあ今シーズンラストですね。金星トンネル通るのは多分このルートどうだ。あ 9.5 度になった。ああ切ったね。さすがに10度切ってきたか。はい、群馬県片品村 9.0 度、
こっからまた日向になるの。8度台は行かないだろう、さすがに。下がってくし。結構下の方まで降りてきまして、この辺はなんていう場所だっけな。温泉とかあるんですよね。気温が16度まで上がってきましてね。いやもう電熱つけてんのがアホらしくなるぐらいに言い訳しましたけど。わーいいねー。ちょっと、少し止まってみようかな。あー、心地よい。片品村、ここを右に曲がるとその山崎ストアはあるのである。これは何、雪よけかなんか。なんで橋の途中のここだけこういう風になってんだろうね。モゼアンパンね、うん、あるかどうかだけちょっと確認してきますね。ちょっと確認のために買いました、オゼアンパン。間違いなくオゼアンパンかどうかを確認するために。で、じゃあセブンコーヒーですね、ラージ180円でちょうど 350ml 用のポットが8分目ぐらいになる感じですね。さあ、じゃあシーサガ峠、やっとこの道から逃れられる。えい、さあ、15種類のソフトクリーム、ね、こういう店があったんですよ。スターライン上に吹き溜まってるね。どういうわけなんだろう、まあ、交通量もね相当少ないんでですけど、それでもいくらか車が通ってるからこういう風になるのかな。あ、はい、着きました。あ、はい、オルゴール館シーサーか。ほら、こういうねドライブイン的な雰囲気の場所があったんですよね。で、こっちがね、あ、そこのところがね景色いいんだけど、これ目隠しされてるね。ここにこう人が来ないようにかなんかわかんないけど。いいんだけど結構もやがかかってよく見えないですね。3時過ぎまして、ここから丸宮自販機コーナーまで1時間弱なんですよね。53分なんで、もうそろそろ快適に走れるのもそのあたりまでで、ちょっとそこから先はどうしようかなって感じですよね。あー、お腹減った。お腹減っちゃったんでうどんを食う。さあ、ご到着です。久しぶり。あれ、これ値段したよね。舞茸天カルパも大当たり、エビ天入り。よし、こっちだ。はい、食べまして、美味しかったです。久しぶりです。久しぶりに美味しくいただきました。この後は帰りますが、まあ、仮想峠通れたら帰ってきますが、まあ、結構もう暗くなってしまうんでね、ツーリング動画としてはここで終わりたいと思います。まあ、思いのほかいいコンディションでですね、いい景色がたくさん見れて心地よくですね、ツーリングを楽しむことができました。やっぱりね、アンズルより無害しということで見てね、よかったです。ご視聴ありがとうございました。